トリリンガル、ドイツ語と、えっ、ー、と、英語と日本語ですか、ができるんですよね。ねあ,あ、そうです。で、普段は何語で物を考えてるんですか。ああ、ドイツ語か日本語で、あの、やっぱ考えてます。言語によって性格とか人格って変わりますか。変わります。めっちゃ変わるって言われます。あの、なんだろうな。僕がやっぱり一番思うのが、あの、母国語って言うじゃないですか。 ほんで、何て言うの一応ドイツで生まれ育ったんですけど、あの、ぼ、国語じゃないですか。いわゆる、僕の中ではお母さんと喋った言葉っていう意味もちょっと入ってるのかなっていう、あの、認識で、その、やっぱり、お母さんとはずっと日本語で喋ってて、なんだろう、赤ちゃんの時から、赤ちゃんの時喋ってないけど、一番聞き慣れた、なんか一番、なんだろうな、自分でいられるじゃないですけど、 なんか、僕いつもドイツ語ラップやるときと日本語でラップするときの一つのちょっとした違いが、まあそな、そこをなくすように今頑張ってるんですけど、ドイツ語ラップをするときは、あの、いつも一回胸で感じたものが、一回脳を通って、そこで一回、あ、どういう声でラップしようかなとか、激しめかな、 もうちょっとチルドかなみたいに考えたフィルターを通して口から出てくる感覚ですよ。感覚があって、あのー、日本語ラップの場合は、もう胸で感じたものが一回脳通らず、もう、す、そ口から出てくる感覚があるんですよね。不思議なことに。ずっとドイツ語でラップしている、なんだろう。歴あの、ね、歴の方が長いんですけど、そ、そ、それがなんかあって、 どうなんでしょうねなんか多分、あのー、日本語でしゃべるときの方がガ,なんかガードを下ろしてると思います、なんか。ドイ,ドイツだと、やっぱアジア人って、やっぱ基本、舐められちゃうんで、あのー、あと昔からね、いつも、あの、ね、子供、他のクラスの、クラスじゃない子供たちと、近所の子供たちとかに、おいおい、ジャップとか、おい、細め、みたいな、そういう風に馬鹿にされてた時期もあったんで、 あの何、ー、だろうな多分勝手にちょっと自分はなんだろう若干ですよ基本こんな感じですけどちょっとだけなんかその何だろうな鎧をペラペラの鎧を身にまとってる感じでもう,ちょっと、ま、もうちょっと真面目だって言われますドイツ語でなんか英語はどうですか <laughs> 英語、そ、それがね、あの、英語の場合が不思議なのが、僕一応ですけど、日本語と、えー、ドイツ語を喋りながらまあ育ってきたわけです。一応現地校には通ってたんですけど、ドイツの。あの、週末にあの、デュセイドオフの日本人補修校っていうのがあって、まあ現地校に通っている日本人とか、えー、インターンに行って日本人とかが毎週土曜日そこであって、日本語学ぶ的な、そういう学校にも行ってたんですけど、あの、 まあ要はまあご言ってみれば五分五分的な感じで育ったんですけど英語を喋るとやっぱりアクセントがドイツ語寄りなんですよねだから別に日本のアクセントっていうのがなくてドイツ語のアクセントなんですそれが理由は全く分からないんですけどねあでも英語というとドイツドイツでやっぱり全然英語を喋る機会なんてほぼなくてあの東京に やっぱり来て、こんな英語喋るとは思ってませんでした。やっぱりもいろんな国のね、方がいるんで、もう本当、友達も結構おかげさまで増えたんですけど、半分ぐらい日本人で、半分ぐらいが、まあ、イギリス人、ペルー人、カナダ人とか、そこら辺のアメリカ人とか、なので、一気になんか英語喋る機会が増えました。